さあ児玉大地、児玉のスリーは外れました。今日がプロ初スタメンという児玉大地を投入している信州です。さあその石川から速いパス、児玉大地、もう一度石川に戻してエリエット・ドンリー、ドンリーから中空いていました。あ、よく見てましたね。リオン・トンプソン、大きな差をつけました。第1クォーターまだ試合の序盤です。ただ大木さんが話すようにこの石川、ここはミドルショット、そしてパスアウト。エリエット・ドンリーどうするか、細川がついているがドンリー自ら行く。いいですね、バンクシュートを決めてみせました、はい、さあ石川左コーナー3外れていきます。あ、リバウンド決まってますね、はい、そしてダンク、ジャスティン・マッツのダンク。昨シーズンの主力でもありますが、こういったあたりが次から次へと投入されているのも選手層の厚み。ただミドルシュート決まっています。信州は残り時間少ないところで誰に託すかどうか。アバリエットスからのボール、そして最後決めましたね。第1クォーター非常に3円の得点力というのが光っています。さあ三井が行く、ドンリーから中、サイモンパスアウト、そしてエクストラパスからのスリーポイント。あ、いいですね、いい形でしたね。ですから持ち味を発揮したというようなことが言えますね。そうですね、らしさが出てますよね。さあ今度はこちらはどうするか、中への合わせ、ダディンスキー、さあターンオーバー。さあこの石川から左が空いていた、そしてエクストラパス中に侵入、ジャスティン・マッツ、もう一度右のコーナーステップサイドからのスリー。ああ、いいですね、決まりました、エンドワン。今日注目の石川、いや一連のこのパスの流れですね、よかったですね。うまくフリーを作って、そして石川、これがエンドワンとなりました。まさに流れを持ってくるというようなプレー。さあオーラが指揮を出して、ピックアンドロールからオーラ、まだボールキープ、中に入れてやってメイテン、しかし奪い返しました。おっと、ここはラディンキーからサービー、ラベナ、ラベナ、ラベナどうするか、ここで打つ、はい、3円の山内。さあここで行くか、ここで行く、あ、行きましたね。長い時間ボールキープをしてきました。この山本のプレー、まあ山本は大学卒業後2年間無所属、琉球の練習生を経て今シーズン信州で夢のプロ契約を勝ち取ったという、まさに小木さん、遅咲きのルーキーということが言えますね。オフェンスリバウンド拾って、さあセカンドチャンス、リオン・トンプソン、バンクシュートを決めました。ただそこに待ったをかけたいのが信州。そうですね、まあ、トンプソン選手のポストアップはね、このポストアップからもう一度持ち直していきます。サイモンがついているが、体を当ててメイテン。この攻防というのは見応えがあります。そしてジャスティン・マッツ、マッツが行くが、リバウンド拾ってもう一度、ともに同じ特徴がありますが、さあここ奪った、石川だ、どうするか、サイモン、サイモンのシュートが、これは来ない。アバリエントス左に振って、ターンアラウンドからのトンプソンのシュート。そうですね、あそこやはり入ってますよね。サーディラベナ、うまくパス、サイモン巧がついているが、クラークから逆サイド、これ距離が出ない。ちょっと3円も雑になってますからね。あ、雑になってきましたか、はい、この辺決め食い1本いいですね。そしてサイモン巧のスリー、アバリエントス、そしてパスを選択、デイビッド・サイモンです。さあここは粘ったジャスティン・マッツですが、クラークのリバウンド、そして長いパスが、おお、よく戻りましたね。うわー、ダイスです。そしてディフェンスからクラーク、クラークがいく、なんとか抑えた、もう一度コティ・クラーク、相手のやりたいところを全て消しているようなディフェンスしますからね。信州の良さを出していませんが、はい、ここは児玉です。あ、いいですね。今日はプロ初スタメンの児玉大地、コーラー
田選手の、ね、あの辺のアシスト本当に上手ですよね。確かにそうですね、はい、大浦のアシストというような話もありましたけれども、さあ残り5分の戦いです。うまくピックアンドロールを使って最後パスを出してきました。いいですね、いい流れができましたよね。今投入されてから即得点というマシュー・アキノです。いろいろな選手が得点を上げるというのが三遠の強み。さあここは中、うまくドライブ仕掛けていきました山本裕貴。さあここは児玉中に入れてパスアウト、山本、そしてラストショットはサイモン拓海、ゴールした。トンプソンから一度下げて山本、ショットクロックが少なくなってきました。残り5秒からのシュート、はい、来ましたね。試合で投入している大野ヘッドコーチ、山内、そして太田哲也。さあそしてコートに入ってきたこの森口、さすがに難しかったですね。ミスマッチになっていました、はい、